それで、えー、コレクションというのがね、あのそのパリコレ、ニューヨークコレ、ミラノコレはどういうようなところかというと、ただ人が集まって世界のジャーナリストが来て、それぞれのコレクションを見て、リポートするとか、お客さん見に来るということだけではなくて、それよりはビジネスの発信です。買い付けの現場。そこでみんな来て買い付けをする。だからそこがですね、あの非常に他のビジネスと違うところがございまして、あの 他のビジネスの場合は、えー、例えば、個水化粧品だとですね、もう個水化粧品のものが、これがあのとても工業的なあの生産ですから、えー、実際は、えー、1年半前からどういうような商品が出てくるか分かってる。あの分かってるのが我々の社員だけですけど、もちろん、ね、みんなには知らせないんですが、あの分かってます。例えば今日現在のところで2000 13年のカタログというんですけれどもね、どんな商品、どんな新製品、例えばカラーとかですねあの香水とか基礎化粧品が、どういうものが出るかどうかということがですね、これね、3月の初めにですね、全部分かってる。で、私のレベルだと、実際は再来年が出てくるものがもうそれが 今年の中旬かから分かってますなぜかというと、プレジデントコミュニティで我々はどんな商品を次に出すべきかどうかということはあの話し合ってるので、の反面には、来年の春夏ね、来年の春夏、あと3か月ですよね、あの4か月かな、のものはいつ初めて見るかって10月の末です。 だから皆さん、そのロジックですね、ビジネスのロジックは全く違うということね。1年半先に何が出るか分かると、半年後に何が出るか分からないと、全く違うビジネスのリズムと考え方ですね。だから発想は違うんですね。だから例えば、同じシャネルの社長でいる私は、香水化粧品の話すると、ファッションの話すると、またね、宝石と時計はまた別なんですけども、 ここのマインドスイッチしない限りではもうファッションの感覚で香水化粧品やったら大失敗だし逆に言うと香水化粧品はファッション感覚な形にしましょうと思ったらダメなのねだからそこがよくよくあの理解しないといけないところなんですけどもビジネスロジックビジネスの流れは全然違う皆さん考えてみてください 我々は10月には、シャネルはですね、例えばシャネルってたいほとんどのヨーロッパのブランドは1月から12月、決算は12月ですね。だから我々は来年の予算はいつ作るかって9月、10月です。Okay? で、9月には始まるときは、まだね、来年の春にファッションで何を売るかは全くわからない。分かっているのがアクト1だけなんです。だからアクト2はいいコレクションか悪いコレクションか、日本に売れるか売れないか。 そういうようなことは全く見てない。だから、全く霧の中で予算を立てなきゃ。香水系商品はその反面は何月にさら来年は何が出る、あのどういう,ような商品、どんな値段、全部分かってますね。だから企画を立てることができる、マーケティングプランニングはできる。だからそのビジネスロジックは全然違います。だから買い付けはそこのレベルでやりますね。 であとはまあプレスのコレクションの時はやっぱりあのプレスの取材というのがあるほとんどの世界のプレスが集まる、はいでえーまあ、商品がコレクション買い付けの,あの約半年後に出る先ほど申し上げたようにそのサイクルですね簡単に言えばもう10月に買うものは1月の末2月の初めにあのテントに出ますねっ で3月のものはこれが7月か8月に出ますというようなビジネスサイクルになっていますはいお願いしますで今年の5月というのがこれ2011年2012年のクルーズコレクションのプレタポルティこれが先ほど申し上げたように えー、再来本,本来ならばです、ね、11月の20日前後にテントには出るべきなものがこれは12月の初めになります、今回は。これはちょっとアクシデントがあったからあの大きなアクシデントがあったからそうなっちゃうけどもこれが初めて蓋を開けてみて分かるのが5月の末ですね。これはあの、えー、アンティーブという地地地海のところにある非常にきれいなあの海岸町の,あの,町の中でこの、えー、コレクションをやったあの風景です。 はい、で5月にショーのクルーズコレクションは今月、先ほど申し上げたように今回はちょ,っとちょっと遅れますけれどもテントでの展開ですねこ,れあのこのサイクルは頭の中に入れてくださいでもう1つの例はこの間私はパリ行ってパリコレ見て10月の初めに見たのがこれはあの遅れなければですねこのコレクションこれ非常に面白いコレクションなんですけれども、はい、お願いします。 来年の春夏の商品の販売計画は10月から準備をして、それで来年の3月の初めか2月の末は、そういう,ようなところに、10月からスタートします。ごめんなさい春。秋冬ですからね。で、結局逆に言えばですね、その半年間で全てを準備しなければならない。非常に短いサークルですけれども、で全てとていうと、 物を見て我々は買い付けするけれどもパリの方が物を見せて我々のオーダーを受け取って初めて注文を発信でき,発信できるですねだから例えば生地は何千メーターとか何百メーターが必要とかこの,こ,のネクタこ,れこれを作るためのボタンはどういうボタンが必要とか何個必要かということがその買い付けが終わってから彼らはアクションを起こすんですだからサプライチェーンが ものすごくです、ね、短縮してます。非常に短いサプライチェーンですね。短いというか、早い。だからもちろんですね、コレクションの中のトレンドで見てて、大体ですね、コレクションの経験がございますので、じゃあ、もう来年の春夏は、こういうような生地は何千メートル買おうって、たい分かってます。すごくね、あの大幅に変わるということはないからね、あの年の。 あのオーダーダなんですけれどもただやっぱりすべてオーダーが各マーケットが切ってから初めてあの走るというようなことです。だから我々はですね、現場にいる人たちとしてはまだまだ楽の方です。一番大変なのがあの生産する方、パリ。はい、だから先ほど説明しましたようにもう一回繰り返しますけれども、一方、香水化粧品が毎年3月の初め頃に、えー、その翌年のすべてもう、あの 新製品の計画がパリから伝達しているのに10月にはやっぱり国内販売計画っていうのがこれ出荷広告 PR 反則物トレーニングなどなどのことはこれがあのもうあの関係チームはここからね本当にスタートだっていうことですねまあイメージとしてはコース粧ー品ビジネスがマラソンだったらプレタのビジネスがこれが100メーターのレースですね非常に短い 非常に早いはい次お願いしますまたはですねあのバイングは一度だけなんです現場で行って見て5日間で決めなきゃですね自分が失敗したらその失敗で生きていかなきゃ結局自分が買ったものはいただくからちょっとごめん間違ったから注文は作り直しますということはダメ個性化商品は年間の流れだからいくらでも注文は例えば 今月は売れすぎた、売れすぎたということはないけど、たくさん売れたから、じゃあ3か月後には商品は増やそうということは可能ですけど、1回買い付けが終わったら、おしまい、間違ってもっとたくさん買いたかったということが、だめ、よくあるなんですよ、よくあるあ、バイヤーたちはコレクションを見て、見てない部分が出てくる、例えばですね、何年前かな。 トレンチュコートはシャネルが出してそのトレンチュコートがですねパイピングしてこの,あのなんとかなシャネルらしいあのトゥイードでパイピングしたんですね値段は高かったんですだからバイヤーたちそれを見てこれちょっと高すぎるからなと思って例えば日本はですね3000個しか買わなかったんですそしたらですね我々の周りにあるいろいろなブランドそれを見て やっぱりシャネルはトレンドセターだから、ザラが、我々は出すのが半年後なのに、ザラが3ヶ月後にダバーンって店に出したんですよね。同じものなよ。ものすごく似てる。もちろん、質はね、はるかに低いなんですけれども、あとはですね、同じね、カットウォークに歩いたモデルさん、同じモデルさん使って、それは2年前に、3年前だったかな、あったんですよ。 我々はいやちょっと高いから、日本は、ね、3000個しか買わなかった。3万個売れたんですよ。3万個ぐらい売れる要望があったの、お客さん。だから、その時はどうしようもないの。もう3000個取って、やばい、間違ったと思っても遅い。逆に言うとです、ね、これは3万個ぜか絶対売れると思ったら、実際は3000個しか売れないと、残りの2万7000個は自分のためです。他のマーケットに回すことがもちろんできない。 もうコレクションを過ぎてから終わりですからね。だからそれが大変なバイヤーたちのためのプレッシャーです。またね、まあ、シャネルの場合は膨大な数字だから、数百億の数字だから大変なプレッシャーですね。5日間でいかにトレンドになるものを間違わないで買って、いかに正しい数を買って、いかに回転が。 完璧に後で説明しますけれども、あのセールズするっていうなんですけれども、いかにセールズするがうまくいくかっていうようなことが、その5日間、膨大な80点から120スタイルの中に選ばなければならないっていうのが、それがバイヤーの仕事。もう一つの問題、サイズです、ね。サイズは1つだけっていうことないから。 だからまあ日本の場合は34、36、38、でも40もあるし、42もあるし、44もある。まあ、日本はほとんど44ないですけども、大体いいパターンは分かってるけれども、でも、それもファクターとして考えないといけない。だから、いろいろなファクターがあって、買い付けをすると。で、えー、先ほど説明したように、買い付けの少なすぎ、多すぎは、後でやっぱり調整がもうできない。いただいたものを売らなきゃ。 Okay? そ,れでまあそれは別として、これはあのプレータの話をしていますけれども、カットウォークに出るものは全てです。靴もそうだし、バッグもそうだし、アクセサリーもそうです。買い付けで決めなきゃ。プレータだけじゃない。ただし、我々の場合は、定番というハンドバッグはありますから、それが別です。定番というのがシャネルの有名な我々255とか、 1112とかっていうクラシックハンドバッグですね。これ年間のコレクションですから、いつもあるから。これいつもあるから、サプライチェーンがもっとスムースに作れる。ただし、これはですね、ビジネスの10%もないんですよ。ビジネスの90%はこれなの。Okay? だから、鍵はやっぱりいかに適切なバイングをしているかということですね。イコールいかにバイヤーが 経験があって、またセンスがあってねあの、メカニカルなことじゃないんですよね。いかにそれがあって、いかにできるかということによって、成功、失敗というのが出てきます。はい。で、えー、次お願いします。これですね。はい。前,前は何だったっけ 前その,前その前あこれやりましたですねねここれれはまだだやったんん、ねはい、次ごめんそれであの、まあ、軽商品は国内の販売の状況を見てです、ね、あの商品を定期的にオーダーできるこれはす、ま、で、あ、にあの、まあ、てあの限定販売ものもあるんですけどシャネルは非常に少ないんですがあのそういうようなものがもう流れであの 購入できるから、あのいくらでもです、ね、在庫調整はできます。プレタは在庫調整、ファッションは在庫調整はとてもやりにくいですね。はい、で、ファーストファッションは、まあ、同じような形だけども、マーケティングの発想です。クリエイティブな発想じゃなくて、マーケティングの発想。先ほど私が説明したザラさん、これザラが一番いい例だけれども、世界のコレクションを見て、パリコレ、ニューヨーク見て、イタリアとか見てて、 彼らは一番これが売れるって引っ張ってで彼,らの、えー、彼らのパワーはどこにあるかスピードですね。速い。速いんです。で、またはですね、あ、これ売れるっていうことで気がついたらまた彼らは作れるんですよ。その反面には生地がものすごく一般的な生地だしあの仕上げはものすごく中途半端な仕上げだしというようなことがございます。だから、あの売れるものをいつでも彼らは作れる。 で、売れたら追加生産はできるっていうのが、それがファーストリテイリングの特別なやり方。まあ、私は Zara の例を使ったんだけども、HM とか Forever21 とか、あのとかえー、またはあのユニクロさんが多少違います。多少違います。Zara さんが一番こういうようなモデルを上手に上手に作って、ものまね、あ、も強いし、マーケティングはものすごく上手ですね。 とというようよなところだからファーストリテリングと我々のやり方は根本的に違うところにあります。さて、買い付けは日本の場合はどうやっているかというとですね、バイヤーは製品カテゴリー別に1人ずつ、だからプレターの1人、あのそれが本社にいるシャネルの銀座ビルにいる人たちですね、プレター、あとは革物ね、革物うというと、乾くもの、ハンドバッグ。 そして靴ね。靴ってものすごい専門的な仕事なんですよね。靴はまた別。靴はもうサイズの問題もあれば、幅の問題もあるし、あるいは非常に複雑なあのバイングの、えー、システムですね。そとあとはあのアクセサリーね。アクセサリーはあのコスチューム CJ って言うんですけども、コスチュームジュエリーとか、ああいうようなものがそれがまた別になってます。それで、えー、バイングの期間が先ほど申し上げたように3日から5日。 大体実質は3日で残りの2日は調整、調整、調整でその調整の話は後とでします。だからだいたいそういうような形であとはここに言い忘れるのが1つあったんだけども、えー、最近は我々は大きな日本のブティックのマネージャーも生かしています。 何人かかのの大きなブティックのマネーージャーは生かしてます残念ながらですね、あの理想的なことはね、全ブティックの全店長を送ることが一番いいんですね。ただしいくつかの問題がある。まず人数。我々はですね、38店舗あるんですね。だからもう毎回、年6回、40人向くに送らなきゃ、5日か膨大なコストですね、1つ。2位としては、素晴らしい店長だから、必ずしも素晴らしい バイヤーにはならならいんですねからしい店主っていうのが店の管理だから人間の管理だし売上の管理ですからあの必ずしもベストバイヤーではないんですねだから場合によってもちろんあのブティックの中にはバイヤーがメマネージャーじゃなくて下の方の人がいるんですけれどもそういうような調整も大切ですね、まあ、そういうようなことですね はい、次は。で、えー、アクセサリーは、えー、アクセサリーだけがセントラルバインになってる。これがこれから説明しますけれども、セントラルバインっていうのが、結局、バイヤーがすべての店のためには買い付けをしてくれる。Okay? あとは、店ごとにバインするっていうようなことが、これが最近の我々のやり方ですけれども、後で説明します。で、えー、こういうような資料を使って、はい、お願いします。 こう,いうような資料をを使って、えー、バイングの準備をする例えばこれはバグですけどもこれはあのシーゾナルバグだからプレタと同じような買い付けですねこれはワンシーズンにあのカットウォークに出たものですからダーマナントなあの定番じゃないんであのこのスタイルでこれだけの色があってあとはまあこのストーリーがあってそこにはですねあのもちろんネ段ンがついてあってそれ,でそれぞれの色 ね、ここはね、アイボリー、サフロン、ライトブロン、ブロンドとか、ブルーとかですね、ピンクとか、まあ、これだけですこの商品だけでもね、1、2、3、4、5、6、7色ある。あとは、バグによって、これは一つしかないけど、サイズも違うんですねで。そういうような買い付けをするんですね。こういうようなあの資料を使っても、こんな資料になっちゃうんですね。使って、あのその買い付けをします。はい、次。 でえー、プレタポテは、えー、ブティックごとすなわちイントラネットでやってるんですあの全員はパリに送ることができないからプレタは38店舗とも自分の在庫を買う自分の買い付けするただし38人は送ることができないのでパリコレが終わってでパリコレのもう一つの目的、ね、カットウォークに見せるのがそれがプレスとか,なんか、ね、のためなんだけどそれと同時に あのキャメラマンが1着1着写真全部撮ってるんです、現場で。その前はできない、時々ね、時々じゃないの、前の夜まではまず洋服はできてない場合があるんですよ。本当にギリギリのね、朝、いたいシャネルは朝10時だけども、だいたい10時って言いいんだからね、11時スタートなんだね、これが一つのなんかね、あのみんなそういうふうに期待してるの、10時ピッタッ 始めたらまず遅れてくる人はほとんどジャーナリストたちは、ね、朝なかなか起きられないあとはみんなね何か来たらジャバ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 仲間たちとね例えば日本のエールの編集長はアメリカのエールの編集長といやーっていうようなことしたいして、まあ、そういうのはね一つのムード作りでもあるんだけどもでもそれ以外にはまだできてないものがあるんですよ本当に1時間前にできてないものがあるんですだから 事前に写真撮ればいいんだけどもできない。だから、ショーの時は写真撮る。それと、あのどういうような MD、どういうようなマーチャンダイジングする。例えば、このドレスだったら、どんなジャケットとか、どんなアクセサリーとか、全部どんな靴とか、そのコーディネーションがあるから、キャメラマンはパッ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 って一つずつ撮って、自分のスタジオに戻って、まあ、今はデジタルだから早くなってるけれども、イントラネットに載せて、それでパッとそのまま、大体ショーが終わって2時間後に、 まあここに夜なるんですけれども各ブティックマネージャーのところに届きます。で、それが一つ。